どうも、今回はですね、下北沢にある、スープカレー屋さん、マジックスパイスさんに来ています。このお店はですね、本店は札幌にあるんですけども、東京でこうスープカレーというのを広めたパイオニアというか、スープカレーの元祖というべき、お店なんですけども、僕はここをずっと開店以来通わせてもらってまして、本当は教えたくないんですが、このコロナ禍で飲食業界もすごく我々と一緒で大変だということで、ぜひ知らない人には知ってほしいなと思います。まあ知らない人はいないと思うんですけど、いつもね大盛況の、お店なので、このスープカレー屋さんを今日は、紹介したいと思います。そしてですね、野郎一人でスープカレーを食べてる絵はちょっと心苦しいなということで、今日はですね、綺麗な素敵な女子、ゲストに呼んでます。うちの事務所の後輩ですね、断れなかったという話もありますけどもこの方を呼んでます。美里亜紀ちゃんです。どうも、美里亜紀です。美里亜紀ちゃん、あの下北久しぶりですか？カレーフェスティバルに食べに来たんですついこの間。本当カレー好きなんだよね今回だから美里亜紀ちゃんを呼んだのはカレーが好きだから。自分のだって YouTube のチャンネルも、はい、美里亜紀のカレーランド。あ、そうなんです本当好きなんだね。好きです、はい、なんかほらよく営業というかさ、うん、いちご好きですみたいな、いちご好きですとか言う人いますけど、いえいえ、私はカレー酒肉ずっとあきちゃんはね、美しいね、こうルックスだけじゃなくてこう内面も飾らないので俺は好きなんですけども、ありがとうございます、ね、今日はそういうカレー好きの美里亜紀ちゃん、はい、マジスパは5年ぶりぐらいかもしれない。じゃあ久しぶりなんですね。そう、もう来たくて来たくてしょうがないんですけど、来ようと思った時にいつも休みの日なんです、うん、そうなんです、火曜水曜日が休みなんですね、うん、俺はこのもう17年ここ通ってるんで何でも聞いてください。すごい、はい、何でも分かりましたじゃあですね、早速頼みたいんですが、はいはい、何度か来てるんで分かると思うんですけども、はい、このここの、スープカレーはですね、まずベースになるものを選べるんですよね、はい、この、チキン、ハンバーグ、モモ、キーマビーン、ベジビーン、ポーク角煮、ビーフ、シーフード、ベジマッシュ、スペシャルシーフード、はい、この中からベースとなるものを選んで、はい、辛さがね、7段階に分かれてる。下からこう柔らかいというか辛さがこうだんだん高くなってくるんですけども、俺もう17年通ってるんで一応全部制覇したんですよ。すごい。その制覇した中で自分が落ち着いた場所があるんですけども、はい、俺はね、いつもチキンをベースにするんですよ。すごく柔らかくて骨もすぐ取れるんで全然こう問題なく食べれると思うんですよ、はい、あとね、ここはねすごい豊富なトッピングがありまして、この中から自分の好きなトッピングをなんかこう探して自分なりのカレーを作って食べるっていうのもここのお店の面白みというか。はい、遠藤さんのおすすめ。俺はですね、これはこの極楽チキンのキクラゲ、はい、地味でしょ。あ、でも地味なんですけど、ね、黒いですからね。俺美味しいですね。キノコ類が大好きなんですよ。あとね、チーズをトッピングするんです、いつも。あ、いいですね、はい、ちょっとマイルドになる。そうなんです、これをちょっとね、俺はおすすめなんで、ちょっと美里ちゃんにはそれを頼んでほしいなと思いますね、はい、じゃあ、遠藤さんチョイスの。本当ですか。はい、それにいつも僕はこの冷チャイっていう飲み物、いつもここ来ると極楽チキン、キクラゲ、チーズトッピングで冷チャイをくだチャイまでが俺のマスター。そうなんですね。そうなんですね。そうやって頼んでいただけたらいいなと。17年ね、こう通ってるこのマジスパフリーク、マジスパマニアの俺がですね、何食べようかなとすごく考えたんですが、一個だけ俺17年も通ってて足を踏み入れてない、手を出してないものがあるんです。一番上にあるアクエリアスっていうね、違う次元の辛さらしいんですけど、今までは食べてなかったんですけど、まあこういう機会じゃないとね食べれないんで、だからこうやって偉そうにマジスパフリークを拾ってますが、これを食べないとなんか語れないなということで、なるほど、ちょっと今日はこれに挑戦してみようかなと。アクエリアス自体は昔、はい、17年前からあったんですか？ ありました。あったんですか、はい、17年修行を積んできた俺なのでそろそろまあでもね、まあギブしてもいいんでということで頼んでみたいと思います。よろしくお願いします。この駅から5分ぐらいかな。
ってこれるんですけど、まあ、外装真っ赤なね、すぐ独特なお店なので、で中入ってみもらったら分かる通りこう、まあ、異空間というかなんかね落ち着くんですよね。これは昔からなんか不思議だなと思うんですよ、うん、なんか独立された世界ですよね。今もちょっとね聞こえるかどうか分かんないですけど、この歌ねジャムで歌ってる曲なんですよ。うちら勝手に作ったの。ジャム。ジャムで好きっつっても俺と兄さんと奥井ちゃんぐらいしかこう来ないんですけども3人が大好きで、はい、本当にあまりにも好きすぎて、あの頼まれてないんですけどマジスパのテーマソングっていうのを勝手に作って、あのアルバムに収録したんですけど、その歌を公認してくれたというか許してくれて、いつもこうお店へ来ると流れてた、あとメニューにまでこうね乗っけてくれたりしてすごい嬉しいなみたいな、はい、あのカレーランド俺見ましたよ。ありがとうございます。あの俺のご唱和ください我の名を、はい、もうね、ね、歌いたくてカバーしてくれてるんですよ、はい、なぜにあの歌を、あの歌いたかったんですよ。歌がもうすごくいいじゃないですか。あーって言っちゃったけど発売する前から音源を手に入れたくて、はい、マネージャーさんに頼んで欲しいですって。なるほど。でずっと聞いてたんです。おー。で、あのテレビで流れてくるのと一緒に歌いたいっていう気持ちがあって、おー、でそうやってなんか歌ってるうちに、うん、やっぱ歌いたいと思って、でお願いして。簡単ではなかったです。あ、そうですか。はい。あ、そうなんです。言ってください。俺の曲って意外とこう簡単に聞こえるんですけど、そう簡単に歌ってみると意外と難しいでしょ。そうなんですよ。そうなんです。びっくりです。そうなんです。よくあの歌ってみた動画とかよく上がってますけど、はい、俺の場合歌ってみろ動画を作ってみようかなと。いいかも。だってあのロングトーンなんかできないですよ。ロングトーンはね別にいいんですよ。あれはびっくり人間がやることなんで。びっくり人間。歌ってもらって光栄でしたね。そこそ、うん、なんかありがとうございます、ね、あ、来たー、わ、来た、はい、まず極楽から、はい、ありがとうございます。彼女にから、はい、すいません。極楽ライス、酒豆、きくらげとチーズが入ってます。アクエリアスもできたので、ありがとうございます。はい、一応アクエリアス用の、はい、あ、違うんですね。スプーンも違うんですね。あの特別スプーンで、専用スプーンで、うわ、専用スプーンがあるよ。初めて初めて、へー、これ注意ってあるんですか。まあ無理しすぎないでください。そうですよね。そうなんですね。実際なんか食後にやっぱりなんか朦朧とするふわっとなっちゃってぶつけちゃいました車とか。大丈夫です。今日は歩いてきたんで。聞いたことある。よかったよかった。ということで、はい、来ましたけども、なんか本当新発見でしたね。17年目で初めて知りました。スプーンも違うんですね。アクエリアス専用がね、ねえ、マジックスパイスさんはサラサラしてるのが特徴なんですけど、やっぱねこれドロッとしてるんですよね。いただきましょうか。パイナップル乗ってるんですけど、これはね危険な時に食べてください。わかりました。いただきます。いただきます。これ一番最初食べちゃう。わかりました。じゃあ私もいただきます。あ、そうなんですか。パイナップル、うわやばい、ドロッと、匂いが違うな。これはやばいかもな。じゃあ、いただきます。うん、辛っ。あー、この辛さね、これは辛いね。あ、この辛さね。辛い。いただきます。ああ。美味しい。大丈夫な辛さ？辛い。結構辛い。あの辛いの苦手な人は多分辛いかもしれない。でもね、この辛さが一番いい。俺はね。うん、そう、うん、すごい旨味がたっぷりで美味しいです。そうなんです、うん、あのね。いろんな辛さ、辛いお店いっぱいありますけど、マジックスパイスさんはね、美味しい。辛さの奥に旨味があるんですよ、はい、だから多分ね、食べられると思うんですけど、アクエリアス辛いですね。いや、これはすごいな。
うん、あのね喋れます？うん、ご飯美味しい。いや、辛いな、これね、うん、辛いね、確かに辛い。こんな辛いのをみんな食べてたんですね。でもなんか、すごいめっちゃ食べてるから全然平気そうに見えるけど平気じゃないんだろうな、きっと。辛いね。なんか、すごい辛いな。辛い。今日脱いでいいか。いや、辛いね。なかなかこれは本気出さないとダメですね。辛っ。やば、なんか涙が出てきた。美味しいですか？めっちゃ美味しいです。ですか？あの、辛さも、うん、最初一口目、お、辛いかなと思ったけど、うん、食べてると慣れてくる。はい。そうなんだ。そう。そうなんです。どんどんね、慣れてくるんです。美味しい。なんといってもやっぱ野菜たっぷりなのな。そうなんだ、うん、はい、いただきます、チャイ。あ、美味しい。合う。すごく合いますね。はい、まあね、こっから多分ね、俺ね、口から少なくなると思うんですけど。いや、これは辛いな。すごい、よく食べてらっしゃいますね。痛いもん。なんか全然具が変ないの。佐藤亜希ちゃんには逸話があるじゃん。事務所の忘年会の時に夕方6時ぐらいから飲んで、でてっぺん越えたあたりで帰る人が帰って、こちらは二次会でカラオケ行って朝まで歌って、もう始発通ったから、うちのスタッフにちゃんと佐藤亜希ちゃんを危ないから送ってってねって頼んで、俺は別れた。さよならしましたね。そしたらね、その後から飲み足りないって言い始めたらしくて、もう空いてるところがなくて、日高屋しかなくて、そうそう、パッと見たら日高屋さんが空いてたんです。そこでお昼の12時まで飲んでたっていう。眩しかった、太陽が。12時過ぎた頃に、あ、ちょっと酔ってきたって言ったんです。スタッフさん2人、申し訳なかったなって思います、今思うと。いや、でもそれ1回だけですよ、1回だけ、あの、1回だけです、昼まで。そりゃそうです、多分ね、そのスタッフももう警戒してると思いますね。うん、あー、美味しい。けど辛い。すごい。ここまで食べた。えらーい。辛い。これね、めっちゃ早食いなんですよ。こんなに時間かかるの初めてかも。わかった。パイナップルはどこしかくなんだな。昔ね、俺多い時週4で来てたんです。すごい通ってますね、うん、週4回来てるんですけど、このお店の方たちが平日にね、こういう未来の人が週に4回も来て、はい、あの人は何者なんだっていう話をしてて、同時期にうちの兄さんもここ通ってた、はい、やっぱ兄さんはほら、国民が知る大スターじゃないですか。で、影山さんが来てくれたということで写真撮ったり、その時にうちの兄さんが、はい、ジャンプロジェクトの CD をたまたま持ってて、はい、それにサインしてあげたんです。そしたらここの店のスタッフがみんなでお前と知ってる。そこで初めて素性がバレた。じゃあそれからは、はい、まあ、普通に、はい、こんにちはって
店員さんとも仲良く、本当はでメニューいつも決まったこれを頼むので、はい、いつも持ってきてくれる方もいれば、うん、これ冷ちゃいくだちゃいまで言うの待ってこう言ってくれる優しい方、優しいそれ一人で来た時も言ってるんですか。そうですね。あ、これマストなんで私言えるかな、一人で来てちゃいくだちゃいって言えるかな。冷ちゃいくだちゃい、冷ちゃいか、うん、冷ちゃいくだちゃいって言うと、あのね、最初えって最初の店員さんはびっくりするんですけど、はい、慣れてくる、なんか間違えたのかなぐらいでこう流してくれるんで、あ、そう、優しいんですね、うん、大丈夫大丈夫こんなに俺ご飯が美味しいと思ったことないんだ、ね、ちょっとずつなくなっていくもんですね。すごい、うん、減ってる。最後の晩餐何食べるっていう、うん、一度なんかみんなで話し合ったことなんですけど、俺マジスパって行ったんですよ。へえ、はい、もう分かります。でもアクエリアスは食べるかないや、でもこれ癖になるかもしれないですね、これ食べてみて。今回今情報を得ました。アクエリアスは早めに食べた方がいいんだって辛さが増してくるらしいですね。早く言って、すごくない？すごい、それが美味しかった。すごい。すごい、ごちそうさまでした。辛かったね。いやでも美味しかったな。美味しいは美味しいんですよね、絶対。そうなんだから、ただ辛いだけじゃないんだよね、うん、17年修行してこの程度なんです。まだまだ修行しないとダメだなと思いました。この辺がだからもう辛い口になって、これでこれもマジスパマスターというの。お疲れ様でした。と、というわけで完食しました。どうでした、みさっちゃん。幸せでしたね、はい、ほんとこんぐらいの辛さいいでしょ、うん、あのね、俺のこう個人的な意見なんですけど、極楽から天空になるとね、急に辛くなる感じがするんですよ。どん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 こう辛さを突き詰めていくのもありだし、なんかわかんないけど、俺17年通っててもずっと飽きずに通える何かがこのお店にはあるんだなと。なかなか奥が深いマジックスパイスですけど、僕もね、初めてこうこれでアクエリアスを食べたので全制覇ということで、これでやっと17年目にしてマジスパを語れる人間になれたと僕は思いますけど、おめでとうございますありがとうございます。みさしちゃんに付き合ってもらいましたけども、みさしちゃんのチャンネルで、はい、コラボしてます。そうなんです、ね、今回お邪魔女ドレミという、はい、歌をね、歌ったんですけど、僕が演奏というアルバムでカバーした演奏バージョンでみさちゃんとカバーしてるんで、そちらもみさちゃんのカレーランドで流れてるんで、はい、ぜひそちらもチェックしてください。よろしくお願いします。みさとあきのカレーランドよろしく。よろしくお願いします。今度飲み対決しよう。あ、ぜひぜひ。ありがとうございました。ありがとうございました。力が湧いたらどうしよう、びっくりびっくりビンビン、なんだかとっても素敵でいいでしょう。いいよね、きっと毎日が日曜日、学校の中に遊園地、やな宿題は全部ゴミ箱に捨てちゃえ。今日
箇所見ても書いてないけど、子猫に聞いてもそっと向くけど、でもね、もしかして本当にできちゃうかもしれないよ。騒いで歌っちゃれ、パパママ先生、ガミガミおじさん、うるさいなんてね、風が大空間、空に響けピリカピリララ、飛んで走っての